はい、明けましておめでとうございます。2022年1月1日。はい。まあ、この動画なんで撮ってるかっていうとですね、車をまあ今年売ろうかなと。結構もうだいぶ決意が固まってきまして、じゃあどこに売んねんとね。まあ一応ね、お問い合わせはもう10件ぐらいあったんですけど、なんだか、まあ SNS でね、発信して、まあインスタとかはもう10件ですね。車売りますっていうところで、まあやってたんですけども、まあ僕からアプローチ今度していくって感じですね。今までは街で、まあいろんな人いましたけどね、なんか外人の方とかもいましたけど、で今回まずどこにまず行こうかなと思ったんですけど、まあいろいろ、まあ僕もリサーチしてたんですけど、お正月ね、お正月 リサーチしてたんですけど、なんとこのグローバルオートさん、はい、グローバルオートさんですね、グローバルオートさん、まあ、大阪にあるとこなんですけども、こうアメブロの更新を発見しまして、2022年新年明けましておめでとうございます。2022が始まりました。今年こそ最高の1年になりますように。また新春恒例の超高開始です。ぜひよろしくお願いします。お、なるほど、新春でそういうキャンペーンをやってるのかというところで、これは見つけまして、で実際多分まあ僕の産業は、まあ、どこでもっていうか、どこでもじゃないですけど、まあ、買ってくれるところは、まあ、実際お問い合わせも来てますから、まあ、あるんだけど、結局どこに売るのっていう話で。で、このグローバルオートさんから実は僕は買いまして、このグローバルオートさんのこちらのブログですね。2012年ですね。今2020、じゃあ10年前ですね。もう10年経ったんだ。10年ですよ。今2022年でしょ？ 10 年ですよ。10年前、僕はですね、この起床14年式、最終 R34 スカイリープリスペクツブラック入稿。なかなか咲かしても出てきません。10年前。10年前の話です。10年前、なかなか咲かしても出てきません。それはニュールの青と V スペクツの黒、見つけてきました。ということで、これを僕は買いました。 僕はこれを買ったんですね。なんで、まあ、そんな話は早いですよね。買ったとこに戻すみたいなね。これどうなんだろうみたいな。そう、買ったとこに戻したらどうなんねんみたいなね。そう、ちょっとやってみようかなと思います。はい、もちろん確定ではないですけども、一応その、まあ、この車も実際に売ってて僕が買ったので、その説明はそんなに必要ないかなっていうところですね。まあ、説明があるとするならば、いや、グローバルオートさんで10年前に買ってめちゃめちゃ大事に乗ってきましたっていうね、もうめっちゃ大事に乗ってきたぜみたいなアピールはあるんだけど、もう知ってるんでね、これ多分、まあ、10年前のデータなんで、まあ、残してるか分かんないですけども、まあまあ、これを仕入れて販売してたので、まあまあまあ、この車種情報はあるかなっていうところで、まあ一から説明しなくてもいいかなと。ただ、買った時と変更点がまあちょっとあるので、まあその変更点をね、伝えようかなと。なんだ。最初これシングルタービンで、アペックスのやつが入ってたんですよ。ボコンみたいな。580馬力仕様で、バーンみたいな。200キロからの。加速グイグイするみたいなね、ランボルギーニも煽れるぞ仕様だったんですけど、まあまあまあ、そこからですね、まあ、長く乗るためにっていうところで、僕はシングルじゃなくてツインタービンに変えました、 HKS のね。なんで今馬力が430ぐらいかな。なんでまあちょっと馬力は落ちましたけど、まあ乗りやすい車にはなってるんじゃないかなと思います。あとホイールもね、ちょっと変えましたね。ホイールもこれと同じなんだけども、限定色のマットブラックですね。まあ僕ホイールが今気に入ってるんですけどね。はい、10年前なかなか出ない希少車を 10年後売ったらどうなんねみたいなね。 これはね、ちょっとね、もう熱い文章を書いて送ろうかなと思うんですけど、まあ、どれぐらいで、ね、値段つけてくれるのかなっていうところで、一応希望価格は記載してね、このフォームから送ろうかなと思うんですけど、グローバルオートさんのね。でもグローバルオートさんね、結構ね、ブログね、すごいずっとまめにね、ちょいちょい更新してるんですよね。だから10年以上これ更新してますよ。これすごいですよね。はい。ということで、はい。後方かな？はい。お問い合わせ。車両の買い取り合いと、ここですね。
ここにちょっと入力して PR ポイントを入れてグローバルオートさんに、まああの決定したらいくらで売れたのかに関してはちょっと言わないので、まああの一般ではね、すいません無料、多分ねいくらで売れたんですかってめっちゃ気になると思うんですけど、それはまたねイベントでなんかやります。知りたい方はどうのこうのみたいな、すいませんけど一般でどれぐらいで売れたのかっていう、無料で一般でこうなんか大々的に言うことは多分ないです。はい、シークレットで。まあそれはなんだろうな、業者さんもそんなにあんまり言いたくないところだと思いますし、うん、だからそのそれは伏せときます。はい、一般の無料ではどれぐらいで売れたかは絶対言わないです。だから言ったとしても身内とか、身内っすかね、うん、まあすげえ気になると思うんですよね、どれぐらいで売れたのみたいな、うん、はい、ただ10年前希少で、10年前希少だったものはさらに希少になってるはずだと思いますので10年寝かしましたからね、10年熟成しました。ただね走行距離がやっぱね23万キロぐらい走ってるんで、まあそこがねあれかなっていうところで、ただグローバルオートさんの今ね、ページ見ると19万キロ走ってる34、これ値札つけてくれてるんですけど、これ19万キロ走ってる、まあ約20万キロですね、これ1400万値段つけてくれてます。で前まで、まあ僕もちょいちょい見てたんですけど、ほとんどねお問い合わせくださいだったんですよ。だからここの 2台はね値段つけてくれてるんで、これ1600万とかね、これ12万キロ走ってて、これ19万キロで1400万っていう、まあありがたいですねこれは。前はね一時期全部お問い合わせくださいだったんでこれはもうちょっとこうなんとなく、あなるほどねみたいな参考価格にさせていただけるし、うん、これ20万キロ走ってこれ1400万ですよね、うん、はい、まあ、ということで買ったところに売ったらどうなんねんっていうね、買ったところに売ったらどうなんねんの、いやちょっとやってみたいと思います。はい、ということで、元旦からね売りに売りまくるっていうねいろいろ売ってます。はい、では終わります。ありがとうございます。